ちょっと正面ついでに。うん、タバコ行こう。行ってらっしゃい。行かへんの？ガールズトークしといて。え、行ったら一人になっちゃう。あ、いいですいいです。ガールズトーク。ガールズトークしとけや。ガールズトークしとくわ。え、でもそうしたらまやみさん次タバコ吸いに行かへん。あ、一人で行くからいいよ。行けます？うん。ちゃんと入るときノックしてくださいね。ノック？うん、ガールズトークやから。あ、そうそうそう。秘密の話してるから。あ、とか言ってる。にやけた。わかった。脱いでるかもしれない。脱いで服を？それ困るな。ストリップショーしてる。二人で。やばい。しずほがビキニ来たらしばくから、うん、そうしばくって言われてビキニでバナナボートって言われたの喜んでって言ったのに、ね、しばくってしばくって何ひどい話ですよほんまに。でもちょ愛されてると思うじゃん、うん、いやもうそれをねすごい毎回感じるでしょ。あのいないと思う、ここまで手厚い人たちって、うん、しかももうキャラだね。でも言ったらもう会やめてるからね、るでしょ、うん、その山以外でもやっぱ飲みにプライベートでも行くようになったんで、でもう扱いも雑やし、まあねでしょ、まあね、だからもうあんだけ言われるからこっちもすごい言いやすくなったんですよ。そうだね、一気に。だからここ行きたいとかもすごい言いやすくなったんで、うん、でも山は本当に意思疎通が、どこ行ったの？タバコ。えでまっちゃん説得するのすげえ大変だったんだよ、マジで。ありがとうございます、ね、俺さあの時のコメントで見とってさ、まゆみの方から、まちゃん、用がいいですかって用がありますね。あ、こいつ、絶対行きたいから、まちゃんをくどくよ。違う、私が超絶行きたいとかっていうよりは、藤本ちゃんがその前に電話が来て、なんか、しずほも休みでどっか行きたいって言ってる、俺も行きたい、で、まゆみはって言われて、もう私も休みで暇だから別に行ったらいいよねみたいなこと、別に辞める必要はないと思うけどって、でなんか問題あんのさ、いや松村さんお前さなんとか言ってくれないかみたいな、あいいよみたいな逆に知らないからいいんじゃないのみたいなので、私が知らないからおせおせで言っとけばなんとかなる、なんとかしろよみたいな。ほんまにそのおかげなんですよ。いやいやいや全然全然全然で、誘う、なんかね、途中すごい呆れちゃって、なんかだったら3人で行けばいいじゃんみたいなことで、いやそれは良くないよ つって、とりあえず言うだけ言ってみようよ つって、で、その重い任務をなんとか、結構でも大丈夫だった。あ、そうなんですか。そんなに、うん、まあ説得はしたけど、長々はかからなかった。うん、ノックしてって言ったでしょ、うん、合わせた人って先に誘われんかった。酒誘われたの。あ、これまで3人ほど飲んでたろ。あ、飲んでましたね、あのオーナーとあのミノモンタと。ミノモンタ、ミノモンタ、ミノモンタや。あ、ミノモンタにしかもう見えへんかったよ言われた。そうでしたね。まっちゃん遭難したの。まっちゃんトイレ今ね、まっちゃん話で超盛り上がってた。まっちゃん説得話いや、ほんまめっちゃ辛かったんだよ、石像マジで。電話来た時にはびっくり、なんか前今何してるって言われて、何にもしてねえっつって速攻電話かかってきた多分ほんまに心配やったやろな。いや松村さん、俺の方にも、うん、今のにしようってどんなんていうような、まあ、聞いたことないですから、クエスチョンは来られた。登るロープウェイが止まってもよかったね、うん、みんなで集まってさ飯食うだけでも俺は良かった、うん、私もそういうの大好き。あ、でも私も割とフットワークが軽いから、うん、全然無駄足とかはない、どこでも行く。ない とりあえず引っ張り出す。そうそうそう、松村さんを引っ張り出したらもうそれでええな。引っ張り出すしかないっていう話になって、うん、じゃあ言ってみるわ朝いい景色だけしっかり見ていこうね、うん、多分見れるじゃないかな。絶対絶景やわ、うん、見れると思うよ。多分度胸でね、風止まると思うよ、うん、丸山すぎて最後の説明だけ残しないわ。風はかんないけど、まあ強めだよな、下に20秒両線の風を、まあ風の線量を受けよう、ね、でも20までだったら耐えられるかな。25だとちょっと寒いなまあ日本一綺麗な沢があるもん。そうそう、日本一って言われてる、うん、ほんと。え、そんな生きたんだ。水冷たさやな、でもなんかそこはね、うん、ずっと冷たそう、ね、それこそ上とかだろ。上とは買う。夏行けば大丈夫。普通に行けます。いや、お前いらんって。上とうるさいな
されてる。愛されてるよ。そうよ。デブやからいらんか、いらんやろって言う程度喋ってるんですよ。デブまでは言ってない。いや、今日言うた。あ、そうなんだ。ミートテックっていう、あの。もう、うるさいな。ミートテック。それね、おひどいでしょ、みんなの LINE でね、お前いらんやろって、もう一人の人が、ミートテック、僕だ、ミートテックとか言って、ほんなら、今岡さん、天然物って書いて。こいつらほんま酔ってたかって何やっとんじゃこらあるであってまだわずかでしょ。やっと4月で1年です。だからびっここの2人をびっくりされてそんな感じに見えないよまだだってだから藤本さんと初めてあの新人研修やった時まだ1年経ってないですもん。それは何月ぐらい。あれ4月のゴールデンウィーク初めです。うん、あ、新人講習やったの俺が、うん、ですぐ辞めるっていうね。そうです、新人講習やってすぐぐらいね。だからそうだよ、だってあの、うん、春合宿の後やもん。そうでしょ、うん、その後にブワーメール飛んでくるんですよこの回やばいとか思って、うん、もうこれちょっと今日暴露しようかな全部藤本のそれ情けないところまた下向いちゃうこれね、下がった、ちょっと待って下向いちゃう、連れ出してるよ。ケンさん、ケンさん源次郎言ってるからすごいわかると思うんだけど、源次郎の時に、うん、自分の顔写しとくわ。あった時に俺その仕事で行かれへんかったね、うん、ほんで船戸が会に連絡すんのに会長に連絡したけど連絡使えへんかった、うん、松村さんに連絡してもらったし、その時ほら電話で初めてしたから、うん、でいや松村さんこうこうこうでって滑落でか、うん、みんな無事なんって言ったら、いやみんな全然大丈夫でしたって言って、うん、で今日参考中止になりますって一応連絡だけって入ってきて、あみんな無事だったらよかったなって話だって、うん、でも藤本が YouTube 撮ってるの知ってたからこいつどうすんのかなと思って帰ってきた時に、うん、藤本にまあデリケートな案件やからどうすんねんって言ったらいや、ね、まあいろいろそれ考えながら僕は出したいと思って、でもそれいろいろ批判あるぞって言ったら、いやそれはもう腹くくってますと言うから、はい、ほなもうそれは藤本の裁量で載せたらって言って、僕もアップしか見られへんから、うん、アップした時にパッて見た時に、あまあまあだギリかなと思うけど見る人が見たらいろいろあるやもんなって、うん、まあそうね、ほんならあれを見た時に会のホームページにどっかから、うん、もうその個人のことかとかっていうのがバッて来たわけ、うん、来たんだ、うん、ほんならうちのその副会長がそれに対して、これは会としての意思じゃないと、うん、YouTube は、ね、藤本個人がやったことやっていうふうにそのメールで回ってきたわけよ。ほんならいやそれはこうこうこうって話になったから、うん、わかりました、ほんなら僕藤本説得しますって言って、藤本にとにかくなその収めるために今のな YouTube を一旦全部消せって言った。そうなんだ、うん、とにかく消せって言ったら、こいつが固くなに、いや俺のライフワークでもうそれは腹くくってるから、うん、って言うから、ほんならお前このまま続けていくんやったらな、もう会でその映像とか出すのもどうかなっていう話ぐらいまで広がってるから、お前このもしあるで乗るんやったら YouTube は規制かかるで、うーん、会でね、で自分の好きなことしたんやったらもうやめなあかんかも分からへんで、そうだ、ね、って言ったらこいつが、うん、そうでしょうねっていう、うん、ほんでまあそのごたごたあって、うん、こっちでずっと話した時に、うん、うちはなんかどうのこうのこういう会やからっていうメールがパンってきたから、うん、それで売り言葉で買うことでパッて来たから、そんな会やったら僕辞めますわって。あ、そうなの、うん、そんな仲間守られへんようなトカゲの尻尾切りするような会やったら、なんかかっこよくみんな命かけてどうのこうのとか飲んでる時言うてんのにそんなことってなんかピュッて切るのと思ってね、辞めますわっていう、ほなこいつは兄貴が先辞めるから俺辞めなしゃあないってあ、そうな でこいつねあれ出したとめちゃめちゃ落ち込んどって、うん、落ち込んだ、落ち込んどってこう相談とか受け取ったから、うん、あ分かった分かった、まあ、ちょっと落ち込んでるので藤本ちょっと出てこいと、うん、飲みに行こうって言って飲みに行って、うん、って話しとって、うん、で1日目話してもうしゃあねえぞ藤本って、んでもうあれやめたらな、あれやからな、俺ももうやめな、うん、もうやめるって言うたから、うん、お前もあれここでやめてもう2人で登りに行こうや、はい、言うて、でちょうど2日目の時もなんかちょっと沈んでるからまだ飲み誘って2日連続で2日でパッとで、もうええやめてええねんって言って、もう腹くくってやめろやって言うから、あもういややめますよとか言うてちょっと間合いでんかって言ったら、うん、ちょっとな兄貴でもあるでやめるって寂しないって言い出し
何だけ言って いやでもそれは寂しいやん。そ寂しいの変わりないじゃないですか。いやお前腹くくったじゃん。私も思った、腹くくったでしょ。いや違う、それは感想やん、感想。くくもうやめることは変わりないよ。おでもまあ寂しいよね。ほんでほんでね、まゆみちゃん人間よ。そういう流れがあってよ、うん、あって俺はもうちょっとかっこつけさせてもらうけど、藤本とずっとその時にちょこちょこのずっと登ってたから、うん、で俺はもうこいつのこと弟や思ってるから、あ、まあ、いやあの地元も近いでね、そうなん、うん、ほんで思ってるから藤本一人で辞めさせて、こう藤本のやってることは正しいと思ったから、藤本が辞めもう絶対辞めなあかんなっていう空気になっとったから、そうなんだ、うん、それやったらもう登る人間おらへんから、まあいつも二人で行ってるから別に会員関係なしで辞めたら二人で行けるじゃんと思って、そうよ、友達がいれば会員になったっていいんだよ。ほんでそれで、まあ、辞めてもええかなと思って辞めたわけよ、うん、ほんだら来ただけの時に、なんて言って平野さんが、なんで松村さんさっき辞めたんだけど、せやねん、兄貴がさっき辞めたから俺おられへん。俺もびっくりしたもん、見た時に。最初に辞めるを言うたの、うん、松村さんですか。順番的にそうなん、そう、あえてこんな問題出てます、どうしますかってなって、で俺はこう LINE、 その時にゆかちゃんと松村さんと LINE してて、いやもう俺これクビやなみたいな話をしてて、でも松村さんもまあ前々からね、アルデに対してはちょっと悶々としてるとこがあって、で中島さんとのメールのやり取りで、じゃあ僕は辞めますって俺が言うより先に辞めたんですよ。そうやった、そう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 やったっ、そうですよ、そうそう、ほんでこれね、俺まだ やめ、いやもう半分もう無理やろなと思ってたけど、俺も俺そのまま残るわけにいかんやん言うかって、でしょ。そう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 、それを言ってて、兄貴が最初に辞めるっていきなり口引き切りよったんですよ。俺残るわ、逆かやればね。藤本さんがなんか、ああいうことがあったから松村さんが相談の心配してて今したんやろなって思って、はいはいはい、であの人のことやから相談乗ったってて、で藤本さんが辞めるんやったら、あ俺結構男気ある人やから、な俺も辞めたらわって言ってさっきあいつ辞めるんやったら俺も辞める、あのおっさんが先に辞めるって言い出したんですよ。そうなんや。私はあの 松村さんとかにも一回相談してみてって松村さんが止めると思ったから、ほんだら逆やった。いきなりあのおっさんが最初に辞めるって言ったんですよ。うえぇ、そうなんや、俺まだ辞めるって決めてなかったのに。あ、一発言った。俺メディアって怖いよ。ちゃうやん、ちゃうやん。でもそれはな、さすがに俺も照れてさ、よいよいよ。俺はもう、もうあれくらいびっくりしたもんなかったわ。じゃあその後まだおちゃんね。まだあの、ね、居酒屋で固い男のな、真面目な会話で珍しく二人で、うん、ええやもう地元俺と二人でずっと登ろうやって言ったらな、せやな兄貴って言って、もうそれで話終わってんか、で俺ちょっと仕事忙しかってんか、仕事忙しかって悪いな、なんか藤本なんかそういう歌割にはめっちゃ忙しくなってきて、行かれへんな行かれへんなってことゆかちゃんとか平野さんとか旧アルデンのメンバーってめっちゃ行っとんねん。やめた割に行ってんなって感じだったもんね。ほな俺さ、なんかちょっと男気味してかっこいいことやってるなってちょっと自分で自負しとったのに、いや俺いらんじゃん。熱なってきた。ほんまこの男だけは。それもその時な、うん、兄貴あるでやめるって寂しないって聞いてきた、ね、聞いてきた時に正面パッて見たらちょっと涙ぐんのねこいつ。いやそりゃ寂しいよ。まあね、そやけど自分がやったことかもしれない。まあもちろんね、でも友達だったら一緒に行ってくれるから大丈夫だよ。まあ、結果一緒に行ってんねんけど、そうそうそう、いや別に今のメンバーといつもやってるからさ、うん、それで OK なよ、何も変わりないじゃん、うん、むしろ逆に、逆に言ったらいらん制約受けんだけ、そう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 、クラブにもらう方がよっぽどいいわ、確かに確かに、うん、そうやのにあるで辞めたのは俺のせいに。世間一般はみんなそうやと思うんで。いやそうしたいだけじゃないの。いやまあきっかけはまあそうな、うん、そうそうそう、いや俺に何か相談してくれたらええのに、何も相談せんと。じゃあ、あれだお前な、あの時な、あのメールでそんな読んでんやろ、静穂は全部読んだからな、うん、ほんで、静穂は結構 YouTube 見て入ってきてんね、あ、そうなの、ほんで、
しずほが入ってすぐに辞めてるやんか。ほ、ね、んなら2人で言うのはしずほだけはどうにかしなあかんなってなってるな。あ、それでか、うん、な、要は、うん、藤本ちゃんに憧れてはったわけやろ。憧れてはいません。いやいや憧れてるぞしずほ、はい、もう落ち込んでんねんか。憧れてるっていうタイミングは。でもだってその時はだって藤本さんを知らんもん。え、なんで YouTube やろ。 YouTube やろ。じゃ あ、 あれはだから回を探しとっていろいろ見たんですけど、うん、だから山岳会ってほとんど出さへんでしょ。出さん内容を、うん、出さん唯一出てたから、うん、宴会シーン、まあ、宴会シーン私は飲むの好きやから、あ、こういう回やったら続けられると思って行って、だからその時動機が不純や。確かに私も思った、今動機がちょっと違うんじゃないの。めちゃ多分山は大好きでやりたいけど、多分その全部が決まってガチガチでお酒も一切なしってなったら私は多分酔う続けやんと思ったんですよ。普通の参加会はそうやで。でしょ。飲み会は新年会と忘年会だけや。そうだから多分それは無理やと思ったんですよ。でだからその時でも藤本さんはもう私の中では絶対喋れへん人やと思う。へえ。そ、なんでなんでなんで。いやもうこんなんやから。こんなん。え、わかんない。え、こ、え、え、いやもうどうして。もう怖い。こんな。あー、ちょっと口が悪いよね。悪いし、うん、こわ、もうこ、図体でかいし、まあね、もう近づく、普通にあったら絶対近づいてない。シーズン、それが普通やで。そうでしょ、うん、俺もだって一番最初藤本酒取ったもん、うん、でも見学参考行って新人研修して、あ、藤本さんって、うん、真面目なんやと思ったし、確かにあの普通に喋った方が普通だよね、うんうん、でめっちゃおもろいしめっちゃいい人やってなって、そこで初めて藤本さんがボンって上がって、それまでこんなやってっていう話。よかったね、お兄ちゃん。お兄ちゃん大好きや。第一印象めっちゃ悪いよ、ね。大好きや。シズホもうちょっと褒めて。うん、あの今日は藤本を流せるかい。そうよ、だって今日だって藤本ちゃんが言ってくれなかった。ここまでにはなって、いや私も別になんかみんなが辞めるんだったら別にまあ仕方がない話かなと思って、うん、特に何も発言、いや思うところはあるよ、いけるかもしれないとか、みんな暇じゃんとか思ったけど。うん、この人がどっか行きたいとか言ってでもそのキャラだったら別に連れてってもらえるキャラだと思うけどね。いや、こいつでもめっちゃめちゃ人見知りやね、うん、あ、そうなの、めっちゃ喋ってるやん。いや、初めて会った。解けるから、うん、だからまゆみちゃんがバンバン行くから、ケンさんバンバン行くから行ける、喋れるんです。あ、そうなの、うん、へー、少女やね、こんなお前少女変われへんもん、まあ、更新好き、更新されてないな。お前もう3年更新やから無理です。無理やろ、少女戻ってるわ、お前。免許あれへん。しかも女子パーティーとか来るのとめっちゃ楽しいから、女子本当に、あの私たちの力だけでいけたっていう達成感はすごいあるよ。なんか別にさ、しょうもない男とかと一緒に行っててもさ、いや、あのさ、写真に写ってるとさ、なんかさ、世話になってる感じで写っちゃう。じゃあ、じゃあ、まゆみちゃん、まゆみちゃん、今の止め、止めやかんな。まゆみちゃん、まゆみちゃん、回ってるからな。うち、ドキュメンタリーやから。ドキュメンタリーやからね。しょうもない男の場合。じゃあ、しずほの周りにしょうもない男おらんから。あ、そっか。しずほの周りにはしょうもない男おらんよな、兄貴。かっこいいこと言うたな。そっか。そうやね、まゆみの周りと一緒にすんなんだ。だって俺、静岡の周りで一番しょうもないのが藤本やん。関係やん。だからレベル高いやろ。まあレベルは高い。高いレベルは高い。そういうことやな。なあ、うん、藤本が最低で、真島さんが最高やねんな。最高。静岡だから。うん、でも真島さんも最近言うからな、極端とか。もうあれ、赤はもう絶対あの藤本さんのウイルスかかってるんで、もう絶対治れへんわ。真島さんって冬山やらないですか。いや、もう沢以外やらないんですよ。沢だっけ、俺が休みがそんな取られへん。そう、うん、俺、真島さんからリクエストもらって繋がってんやん。あ、お前ですか。だいぶ3、4ヶ月前かな、うん、真島さんの方がリクエストもらって、うん、多分昔はやってたんですよ、めちゃめちゃ、うん、バリバリやったもんな、うん、ゴリゴリのアルパインくらい、うん、今日もだから誰と行くのって来たから、いや松村かって来たから、あ、ケンさんも一緒やでっつった、あ、老人徘徊のあの人なって有名人。これも快適すぎてさ、うん、寝るタイミング分からへんな、うん、いつ寝たらいいの。いや、寝んでもいいよ別に。いやいや、寝る寝て、今日もそんな早く起きてないもんね、めちゃくちゃ。そう、みんなゆっくりやから、うん、お前やな、うん、そうやろ、ゆったり参加やから。これカードとバッテリー足れへんで、ね、いやほんま、だから別にちゃうちゃう、だから取らなくていいんだよ。ちゃうね、あかんね、もうそれはもう俺の性格やね。ちゃう、っていうかもう藤本は今な、編集のことで頭がいっぱいでビビって、さっきトイレ行ったらさ、
兄貴やばいで、もう多分やばいで。何がやばい？過去最高ぐらいの鳥だからですよ。鳥だ鳥だ。それでこいつの中ではね、こうやって喋ってる時に頭の中でね、ある程度のこうシミュレーションの編集があんねんか。もっとさ、やって今日さ、だってさ、それ付き会議とか意味わかんない。明日からじゃないの？明日本番なんですか？私だって今日写真1、2枚しか撮ってないで。だってもう。え、何喋る方がメインなの？じゃメインじゃないねんけど。切るところがない。そう、切るところがないやん。もう全員喋るやつやんか。ほんでもう寝る様子もないやん。だいたい8時に寝んねんテントな兄貴、うん、冬山なんだ。8時に寝るやんか、うん、でピロートークが始まるね、1時間ぐらい。やだ、おそおそ、うん、やだ、真っ暗の中でな、うん、そうやあれ。じゃあ藤本 YouTube が世界で一番最初にやったこと何かしてる？何？真っ黒い画面でずっと1時間文字のテロップだけでやって、うん、再生回数がやっぱりあんだけいくねん、うん、あんな YouTuber おらへんやろ。それおらんな。そうやね、画面真っ暗いテロップだけ。そこだけは言える。でもね、ちょっと麻薬みたいなとこがちょっとハマるかもね。俺も見たことない。映像のが YouTube。 いや、なんか喋ってるやつだけ見てる人とかもいるかもしれない、うん、クライミングは飛ばしますって感じのやつも思うな。あ、明日の歩きはもうしょうもないで。一番短いでしょ。一番そやな。一番最後にあの1分ほどおまけで行きました、終わり。時間的に絶対そうなるもんな。だから悩みどころやね、悩みどころやで、今回編集のことで頭がいっぱい忙しいな。藤本、今回もオープニング長そうやな。どないかオープニングで。そうやな。どれがオープニングみたいな。いや、もう凝ったオープニングで。藤本はやっぱりクリエイティブな人間、そういう仕事してるから、うん、やっぱりどっか見せ場作りたいわけよ。で、見せ場が喋、うん、ってばっかりで見せ場がないから、基本的には山の動画やからね。そうだ、最初のオープニングでめちゃめちゃ力入れた。確かにすごいかっこいいよね。かっこいいやろ。かっこいい、かっこいい。それ今回だって作りようがない。かっこいいとこない。一回だけ。明日。みんなめっちゃ喜んでんだけど、藤本オープニングちょっと長すぎるんちゃうか言うたら、うん、こいつが兄貴、もう俺の店ばっこだけやねん。でも確かにすごい気合入ってる。はい、明日さ、下りで当番ライン外して、うん、流れでも起こそうか。ちょっと。健さん、炎上。もうそのコメントだけで炎上するから、もうカットカット。再生だ。私ご飯気に言われたことや。で、普通それがな、二十歳ぐらいの子がやってるんやったらさ、そうやな、まだ絵になるんやつさ。え、しかもさ、最後にさ、シェフがちゃんでさ、一番乗りさせてあげようって言ってるのに、ジジイ先行ってな。もう小屋ですっかりもう靴まで脱いで。小屋の人みたいな状態だ。ここで靴脱いでいて、雪はもっと入らないでねとか。静岡先行かす言って前出したのじゃ。急に走り出そうもん。ほな、まゆみちゃんが、じー変なとこでスイッチ入るんだよね。あのスイッチの入りどころが分かんないんだよね。いや、入っちゃうと誰も止められないから。それあれや、あの時もあの YouTube でカッチャーも言ってたもんな。カッチャー言うてたね。ケンさん、勇気見ると変なとこでスイッチ入るか。やる気に出してくれ、鶴木じゃないとやる気出してくれないとかにいろいろあるよ、うんうん、あ、だから鶴木さん、そういうのいいじゃん。いや、だから言ってるやん、だから源次郎。まあもう決まってるからな、これは人生最後じゃなかったね、あれが。やばいな、今年が最後や。最後に、うん、もうケンさん諦めていってさ、もう行くしかないじゃん。剣の頂上に墓先置いてきた。でも俺今年その調子で罪上がったら、俺今年何名上がるかまたわけわからんで。いや、何名でも上がったらええやんな。そうやん、うん、剣好きやったら、うん、だってもう剣について超熱いからね。槍とか一緒に行った日も、槍好きな人もいるけど剣には勝てないとかですごい言ってくるから。源次郎決定相撲だな、剣さん。松村さんもですけど、でも寝る気がみんなないもん。あれで寒かったな、朝一めっちゃ面白い。鍋に向かってこうやって前向きで、シーファーだからロープウェイ。それアップした方がいい、絶対。あれね、面白いもの。でも何がおもろいか分からへんわ。そう、自分だと分かんないかもしれないから、周りから言ってあげた方がいいよ、振ってあげた方がいいよ。シーファーだからロープウェイで思い出した、もう一個面白いやつ。何？あの、小川山行った時に、うん、あの卒業試験っていうルートがね、天秤の、
ほんで卒業式に行ったら親方って結構外人とかも来てるやんか、うん、ほんなら外人がこの風景見てめっちゃ喋れる思ったよな。ほんだらなんかベーって英語で喋りかけてんねんか。ほんでこいつアホやから分からへんからさ、むっちゃクエスチョンしたら小林さんが喋れるからさ、小林さんが藤本にいやなんていうルートって聞いてるでって言ったら、で卒業試験だった時にあー卒業テストよ外人に卒業日本語で卒業テスト言うびっくりした俺、ね、ほんなら外人がそこからだめっちゃ流暢で日本語で喋り出した喋れんのがあるのクソ外人なんだ。そうだった、めっちゃおろかった、めっちゃ集まってきた、めっちゃ熱い、もう熱い、めっちゃ熱いんですよ、笑いすぎて熱い、あのダウンパンツ熱いやろ、熱いわ。シズお前目覚ましかけとけよ、うん、5時でしょ、いやかけるでもいいわ、あた朝飯時じゃちょっと、あの5時か5時5時半朝飯、あ5時半か、5時半からやな、からからや、あそうなんですか、ということで山小屋の朝飯やすいのもこいつねんねん、ほんまあのなメンバーが悪いわ、悪い寝られメンバー 悪すぎるわ、メンバーしかもそんな寄ってないから余計目されてもうた、もう初めてあの山小屋できんだろうと思うから、消します、うん、消し最近ピロートーク恋愛について語ること多いもんな、うん、暗闇で開放感を得て、うん、そうやな、ちょっと赤裸々だな、うんうん、この間ゆかちゃんの聞いたんですか、うん、もういろんなの、へー、ケンさんの恋愛話聞いてもしゃあないでしょそれ聞いても知らないもうこんなもん天国やでこれ、うん、俺家よりあったかいわもうまあ今日もな減点車に忘れたってな、その前サングラスありますからね、うん、あの減点はちょっとショックよ俺、うん、入れ替えてん上蓋の分のだ使えへんわ、奥に入れたつもりでおってんの、うん、え、ケンさん違うやろ、ガバじゃなくてツルガバじゃなかったの、あ、ツルガバじゃなかったツルガバなんて俺ら言わんもんな、なんでさ、あんなところさ、うん、わざわざアップしちゃうのよ、え、なんであんな美味しいとこないやん、美味しいってパイパン、今回はさ、パイパンマイミ VS パトリオット紹介出たよ、出たよ、パトリオットはもう出てないからもう封印しといてくださいよ、ね、なんでパトリオットかわかる、ちょ、言わんでいいって、私じゃないからパトリオット、米ヘト付き合ってたからもうやんねえ、それで空軍と陸軍とかって聞いてたらうんうん、整備士整備士やでよ、米兵って聞いたらさ、まあ、空軍、陸軍、海軍、なあどれやろって思うやん、うんうん、整備士やで、でもブラックボックス取りに行く整備士やで、ちゃんとどっか行くで、だからパトリオットしてた、ちょっとやめよ、なんでピロートークの時一番元気なの、はい、間違いないです、藤本は YouTube でここに命かけてるからそうこの暗闇、いや、じゃあ前日だってな、ピロートークな、あれ楽しみにしてるって言ってたやん、してないいやいや、ちょ、楽しみにしてるというかさ、あれ面白いって言ってたやん、面白いやろ、違うの、そ、人ごとだから面白いの、いや、そうやん、だからそれを、今日はええんじゃん、そやん、暗闇トークに参加できるの、うん、藤本、うん、寝た、いや、寝てるお前、こいつ好き見てめっちゃ寝よる今目冴えてるって言ったとこやのに、ね、いやいや、それでもな、しずお前騙されてあかんで、騙されるのこいつな、兄貴、俺全然寝られへんわ、うん、そうな、兄貴は、いや俺も別に今眠ってないんだって、やろってバーッと話しかけて俺が、せやな、こうこうかやなってさ、返事してるのにおいって言ったら、うん危ないね、地図を騙されないな、でも松原さんの声、寝心地いいからちょっと喋っといてください、お前寝れそう、耳元で照れさせても歌ったらそれはいいです、ええか、なんやね心地いいって、なんかこうなんやろ、こそばいはちゃうねんけど、こう不条さんみたいに大きい声じゃないから、大きい声じゃないからって今は小さいやろ、こっちは絶対結婚でけんわでそんなん言うんですか、するし彼氏も作る、でも藤本ショックなことあんの教えたら、昨日静岡に言われて、うん、私バーってみんないろいろおるけど、
松村さん一番常識人やと思ってる。いやまあそれはそうやと思う。あそう、うん、お前認めんの、うん、びっくりした。全然思んないもん。そうやね、それは思わない、ね、面白いね。そこ突っ込まなかんね、うん、そんなん言うなお前。俺ちょっと今顔赤いやん。でも真島さんもそうやろ。まあ、真島さんもそうやで、うんうん、もう出てこへん。あとはもらんのじゃん。平野和之めちゃめちゃやな。まあそうやな、平野さんも一見常識人に見えて絶対ちゃうもんな、あの人も、うん、平野さんだいぶいろいろ連れてるからな。和之も面白いもんな、うん、もう和之の一回もう絶対見てない。みんな和之が興奮して、昨日静を見たやろ、はい、和之が興奮してあんなあんなでパッと喋ってる時な、うん、わーってずーっと聞いとったらさ、はい、昨日も2回ぐらいオチ見失っとったよ。あのマリちゃんもあるで。いや違います違います、あれはよあの俺らがいつも行くジムの高実酸素の店員なんですよ。あなるほど、うんうん、いや可愛いわよ、うんうん、可愛い可愛いでしょあの子、めっちゃ可愛いよ、うんうん、藤本ちゃんの YouTube もマリちゃんしたらもっとヒットしますよ。もっと出る、うん、いやそれは言うてねんな、うん、やっぱ女性枠は絶対必要やな、うんうん、しずほ、はい、お前突っ込むとこやろ。え、もういいやと思って。もうだって突っ込んでももう一緒やもん。私はどうせ芸人枠なんでしょ、女優枠に転換したいって言ってんのに無理って言われるから。もうだって何十回って言ったもん、ね、お前やっぱり芸人枠で、お前女優枠でやったら稼がれへんけど芸人枠やったら泥棒やからな。そうやな、そう絶対そうや。それは喜べるのか。よ私は大阪人って喜んのけども、うん、でもちょっとやっぱ女優に憧れがあるでしょ、女性はね、うん、だから芸人もドラマに出れるって、たまにたまに綺麗な格好して出させてくれる、うん、そうだけど綺麗な格好して出んねんけど、うん、どっちかってお笑いを誘う側の演技で。今回でも検査も出るからな、結構伸びせやな、うん、ああ、うん、検査ますます立ち勝負したくなりますよね。だからうわメジャールートはなるべく行かないよ。マイナールートを組み立てやる。マイナールート行ってもやっぱ声かけられるでしょ。でもかけられる、うん、逆に確率的なこと言ったらマイナールート行くやつがそんなのを見るからさ、うん、あ一般ルートよりさ。もう寝るんですか。えもう寝るんですか。何全然寝られへん、どうしようかな。もうケンさんに大丈夫だよ。余計寝られへんやん。けど、はい、さっき言ったな、気緩めだよ、うん、藤本出てるぞ。ほんまや、いや大丈夫なんてなんてなんて大丈夫起きてる。いや起きなくていいんですけど、その大丈夫起きてるっていう返事も意味わからんけど。別にいいんですよ、うん、いいけどこのまま私一人取り残されて大合唱を聞きながらずっと寝られへんでしょ。今日はあかんわほんまに、今日はあかん、あかん、まあ、寝られへん、ほんまに、ほんまに、うん、え今ちょっと寝そうになってませんでした。いやいやそんなもんないで。じゃあもうこれ GoPro どうするほんまに。え GoPro まだ撮ってたんですか。嘘、これ無理やな、もう切らんとな、うん、面白いこと喋らん撮ってない今から。一番難しいの流れがあるやん。そうやな、うん、もうええわ喋ってももう撮れ高あるから。これ無理、もうこれ以上回すん編集でけへん。編集放棄して、お前それが気になって寝られる。そうやね、多分そうや。これ切ったら寝れるな。切るわ、寝れるんかい。バイバイ GoPro。 じゃあ行きます。こっちならよ。レッツゴー、イエーイ。